年末も近い今日、オペラのこの店で日本の食材を調達。大好きなせんべい、ラーメン、インスタント味噌汁、あれこれと。お値段は日本の約3倍。散財しちゃったけど仕方ないですね。クリスマスツリーを背景にしたおせんべいの図、なんだかシュール。あっという間になくなるお味噌は2パック。これで安心。朝8時半、空は綺麗なピンク色。今日はリビングルームの大掃除です。久しぶりの青い空。お掃除にはこれ、お酢のスプレーとゴム手袋。これはペット用の手入り口。このアパルトマンの前のオーナーさんが大きな犬を飼ってらしたそう。私もいつかワンちゃんをお迎えする日を夢見てそのままにしてあります。ここから隙間風が入るのでテープで塞ぎます。綺麗になった。夫がクリスマスツリーを倒してしまったのでキャンドルを元通りに。ツリーはまだもう少し飾っておきます。そして2023年に私がブロカストで買ったものを集めましょう。そんなに多くはないと思っていたけど、ちょっと疲れたのでここでコーヒーブレイク。さて、ではもう一頑張り。新年明けましておめでとうございます。ボネです。ボナネー、ハッピーニーヤー。ごめんなさい、新年からあの
ちょっとひどい風邪を去年から引いてしまって、声が今もうちょっとなんですが、こんな感じです。お聞き苦しくてとっても申し訳ないです。ごめんなさい。こんな声大丈夫かな、皆さん聞こえますか？今日は新年初めの一本ということで、ちょっといつもとは違ってじゃーんとこんな感じでやってみました。これ何かというと、去年丸々1年間で私が買ったものをご紹介しようと思います。ここに実は並べきれなかったものもまだあります。例えば、ね、この辺の調味料入れですとか、あ、そうだ、これもそうでしたね、これもそうでしたし、あ、これもそう、これも、そしてここにこのテーブルに乗らなかったものの一つにこれもあります。このカゴです。今ちょっとこんな感じでドライフラワーを入れて床に置いて使ってます。よいしょ。そしてここに、飾ってあるこのお皿なんかもそうですね。で、あとは玄関に今壁にかけてあるんですが、鏡なんかもあります。それと皆さんにはご覧いただいてないんですが、冷蔵庫の上に置いてあるホーローのキッチン道具掛けですとか、調理器具を入れているホーローのポットなんかもあります。そうこの帽子も2023年にブロカントで買ったものです。一つ一つ紹介しているととんでもないことになりそうなので、さらっとこんな感じということでご紹介したいと思います。確か去年の、おととしの暮れには同じようにその1年で買ったものをご紹介したんですが、その時は買ってよかったベスト3ということで発表しました。本当にどれもが全部自分が気に入って買ったものなので、どれがナンバーワンというのは決めれないんですね。だからこれは買えてよかったと思うトップ3をご紹介したいと思います。ということでと言いながら、まだどれをその3つにするのか決めてないですが、どれも本当に決めかねるんですが、私の中ではこれとこれとこれかな、やっぱり。じゃあ発表したいと思います。今年変えてよかったベスト3、3位はクレイエンモントロベアンシリーズ、このバスク柄のこのティーポットと、そしてこのミルク入れです。やっぱりこれは、この可愛さもあるんですが、あまり街のブロカントでは見かけないので、本当に見つけたらラッキーだと思っています。なので確かこれは神井さん のプライベートセールで神井さんが奥から出してくださったんですが、それを見た時に、あ、欲しいともちろんすごい思いました。で、結局その時は予算が足りなくて買えなかったんですが、翌日やっぱり買わなくてはと思って慌てていって買えたものです。そして2023年買えてよかった第2位、それは、これはポント州のレブリカになります。本当に美しくて、もう見ているだけでうっとりしてしまいます。で、その時は買わずに諦めたんですが、どうしても諦めきれなくて、
その次の週だったのかな、あれは、また同じお店さんがいらして、骨自体はそのスタンドに並んでなかったんですが、あのお兄さんに説明しましたら、あるよということで出していただいて買えたものです。本当に綺麗で、うちの夫もこれは相当高いものだと思ったみたいで、おいこれは綺麗じゃないか、一体いくらしたんだと私に聞いてきました。本当に買えてよかったなと思っています。そして2023年、買えてよかった第1位はブルーの調味料入れのセットです。ここに並んでます。本当にこの色の調味料入れ、キャニスターと呼ぶんでしょうか、このキャニスターのこの色というのは初めて見ました。ブルー好きの私にとってもうこれは見逃せませんでした。予算的に少し迷ったんですが、結局はちょっと交渉して少しお値段を負けていただいて手に入れることができたものです。これは本当に買えてよかったです。リビングルームのちょっと天井に近いところの棚の上に並べてるんですが、毎日眺めてはよかったと思っています。番外編なんですが、本当にこれもホーローの、これはコーヒー入れなんですが、これもとっても可愛くて気に入ってます。買えてよかった、ベスト3はこの3つでした。そして買えてよかったベスト3以外に、今回はもう一つあります。2023年の私の一番のお宝です。これはカミンさんのプライベートセールで見つけたものです。最近この白いヴィンテージの食器もいいな、やっぱりいいなと思い直し始めていた矢先に、本当にまるではいという感じで置いてあったので、迷わず買ってきたものです。これはいつもの私の予算では手を出さない、お値段だったんですが、やっぱりこれは 見逃すわけにはいかないと思って即決しました。ですのでこれは2023年の私のお宝になるなと思うものです。こんな感じでいろいろ2023年、もうブロカントを楽しみました。で、まだ具体的には何も決めていないんですが、私のもうちょっと先の将来の夢として、こうやって私が集めることができたものを、皆さんにお譲りすることができればいいなと考えています。ブロカントを楽しんで見つけて手に入れること、その全てが私の大好きなことなんですが、皆さんにも動画だけでなく一緒に楽しんでいただけたらいいなと考えています。それが具体的になったら皆さんにお知らせしようと思っていますが、一日でも早くその時に送ればいいなと思っています。どうぞ楽しみなさってくださいね。ここはクリニャンクールの美の市のポールベール地区。このカフェで待ち合わせしているのはインスタグラマーの屋根浦さん。飲みます？ワイン。あーすごい、はい、ワインいただきますのでOK です。じゃあ私はカフェグルマンします。私はい、なんだろうこれ、
なんかのサバイオーネみたいな感じのとクレームブリュレとこのあられみたいなのなんだろう、そしてカヌレとあったかいコーヒー、そして屋根裏さん、あかっこいい、ワインです。ちなみに今はまだ14時ちょい過ぎです。で質問、どこのプロパンタが一番好きですか？私個人的にはバンブが一番好き。バンブ、うんうん、あそこはいやというのがですね、うん、私はあれなんですけど、結構古い布とかリネンとかああいう手芸のちょっと何デッドストックみたいなやつ、うんうん、ああいうの結構ありますよね。バンブはあるんですよ、うん、行って必ずあるから、ただなんかリニン系とかすっごい本当に、ただちょっと遠いです、ちょっと遠いです、そうなんですよ、疲れも遠いんですよ、そうで午前中で終わりです、そうそう、はっきりしてて、で、あのほら屋根もないし、うん、雨だな、そうそうそうなの、一番好きなのがバンプかな、うん、で、ジュシュと、うん、ジュシュね、うん、あとね、ポートポートロイヤル、あの B 線の奥の、うん、ちょっと駅から遠いんだけど、まあでも歩いてる、うん、あそこでやっぱり、うん、いいですよね、そこは安いものに出会った記憶が多い、うん、なんかそういいことあるとまた戻りたくなりますよね、そうそう、なんかまた売ってくれる、うん、なんかついあの売ってるおっちゃんを探してあ、売れる、そうそうそう、私も、うんうん、そうそう、向こうは覚えてないんだけど、そうそう、なんか妙にニコニコしていっちゃうんだよ、やっぱ気をつけないといけないの、非常に高いですよね、実は運賃が、なんかパリは特に人見てるのか、で値段書いてないからね、キューって言ってもう、うん、書いてこれ2枚で25ってヒューって言って呼び取れる、呼び止まる、南部だったらですよね、いやもうあなたが25ってつけてる時点で、うん、もう私買いませんかみたいな、でも多分その交渉ありきの値段なんじゃないですか、いや、だから本当に高いですね、パリ本当にどんどん高くなって、どんどん高くなって、うん、なんか投げ売り感がない、もう投げ売りのところってちょっと本当に高い、模様は汚いのにそうそう、うん、あと、うん、モンマルトルのちょうど、うん、あそこの緑道あるじゃないですか、アンデールの、あそこもね、結構好きです、面白いです、あそこすごい狭い、そう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 、キュンキュン、もう観光客のアメリカ人がわーとか言いながら、いやいや、早く進んで、早く、ほんと、飛ぶのも大変で、あそこ本当に人ばっかり入ってあそこで揉めてるのが多い、あ、もうタンク手に取るかしら、じゃあ観光客の人がやっぱりこうやって携帯で撮ってるんですか、撮ってる、撮ってるし、もうなんなら一眼レフとか、いや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 、すごすぎる、いやいやいや、それで許可なしで撮ってるんですか、怖い、絶対できる、私、うん、誰か入っていったらアウトですよね、その人にそうやられたら、うん、できない、まあ、そうなんですよ、ね、そうかバンブいいな、あれがもう一日中やっててくれればいいよ、猫だから、なんかもう気がついた時は遅くなるもうマラコフだもんね、うん、あのあれですよね、屋根裏さんもこっち側、ね、まあ、私 もうゴリゴリこっちのペリフィリックで、うんうんうん、バンブなんて向こうのペリフィリックでしょ、気合い入れないとね、いけない、1年に1回そう、なんか夏のすがすがしい朝とかたまたま早起きちゃった日曜日、うん、ないです、でも本当に今だも1回行った気がします、1回行って、でもすごい良かった、でもちょっとお値段高くないですか、高い高いんだけど、まあ
そこに、なんか売りつけられ感もない、うん、なんかそれで観光客に優しくなった、そう、ね、うん、撮っててもいい、そう、ね、うん、それが気楽で、うん、そうですね、おじさんにも撮っていいかって言ったら、あ、僕って言われて、あ、むしろ入ってみたいな、ありがとうございます、うん、なんか、手札が出るとか、そういう観光客に優しいところの方が取りやすいから、うん、私は行きたいんですけど、うん、行けないって、遠すぎて、ね、遠いね。じゃあここはどうですか？ここは、もうちょっとね、でも出来上がっちゃった、うん、その飲みの市だから、うん、こう、どうしても、うん、例えば、何？バカラのヴィンテージが欲しいとかいう人は絶対こういうところに来て探さないともうない、多分パリ市内とかないです。だからこういうとこだったらある可能性がすごい高くなるから、どうしても欲しいこう決まっていて、これを探してもう絶対もう金に止めやみたいな、そんな人いいと思う。あ、なるほど。私も実は欲しいところがあって、うん、あのジアンの、はいはい、あの復刻版なんです、うん、あの本都州の復刻版で、うん、あの米粒いっぱいがあるみたいな、一度見かけたのは、うん、それは全部セットで150ユーロ、うん、今思えばね、今思えばそんなでもなかったですね、うんうん、でもそれっきりで、あとこっても見かけたものがまだなくて、そういうもん、きっとね、こういうところで、ね、むしろこういうところなければない、で、ここほら月曜日もやってるから、そう週末じゃなくて、うん、もうほら、うん、週末以外でないですかって問い合わせも多いんですよ、あの12区にあるじゃないですか、はい、アリグル、あれって本当なんかちっちゃいですね、ガラクタを持ってきましたかっていうの、たまにもあるんですけど、うん、本当にたまにで、とガラクタとあとなんか借金ですかこれみたいな、なんかお店でのなんかおすすめするのもちょっと悪いかなみたいな感じの、あのでもほらあそこだって一応平日やってるから便利です、だから平日や何か火日でやってる、うん、だから大したもんですね、うんうん、あじゃあここ日曜日であっちに行けば行けばなんとか、うん、ブロカルト行ってて、うん、参ったな、こんなことあったよみたいな話したら、もう参ったな的に言えば、うん、やっぱり天気かな、いつも、もうトップ関空もさ繊維喪失、突風、寒風、雨、もう雨に濡れたブロカントなんてもうやや粗大ゴミやん。いやそうじゃなくてもうってなるのに、もう雨に濡れてたらもうそれもうゴミな、今そうでなくてもうっとゴミな、なんなんっていう子もうね、それなのに1枚さらに25枚、そう、いい子にしてんのよ、ね、うん、そう誰が天使かわかんない、うん、すいませんって呼んでもなんかヒューって来て、あ、こいつかなと、あ、ちょっと待ってとか、その本当の天使を探していく、あれ不思議ですよね、ちょっと見たいって手に取っただけなのに、あ、それはねって言われちゃうと、なんかああってやめたくなりますね、やめたくなるっていうか、どっか来たみたいな、なんか私が置いていきました、まだこれはね、これはいいもんや、見てたみたいな、どこ行ったお客の隣の店の前あたりに行ってね、こうやって見てくる、いや、なかなかやっぱ冬が少ないですよね、そう、これからもね、もうちょっと、こんな天気の中に咲いてるのは、私一度行ったんですけどね、マイナス2度だったんですよ、それアウトアウト、ね、指が、うん、こうやって貯金されたら、貼り付くって、うん、わかる、よく買ってらっしゃいますよね、私、うん、あのね、うん、もうね、ダメだし、昔から、うん、何か好きになると、うん、とにかくこう集めたくなるんだよ、ちょっともう、なんかシリーズが揃いました的な感じじゃないですか、あんなの、まあ、豪邸に住んでらっしゃるんだろうけど、違いますよ、あの前に、私動画の中でも言ったんですけどね、前に住んで、引っ越してあそこに住んで2年ぐらい、で、その前は、なんかね、住んでるところは15坪ぐらいだった、
パリからちょっと出てたんですけど、屋根裏部屋で15平米に2人で住んでた、だから食器なんてどこにも置けなくて、冷蔵庫もこんなに出ちゃって、食器こういうのが本当に2人分コーヒーカップ2つしかなくて、でそこから今その3倍の大きさのところに引っ越したんです。3、4倍、だから物が何もなかった、ガラッガラで、あの家具ももちろんないで引っ越してきたって言わないけど、何にもなくて、それであのブルーカント巡り始めたんですよ、買うため。それで今やっと過ごしてきました。でもあのほら、パントリーに結構皿入ってるんですよ、あれは、まあまあ、私の趣味で買い集めちゃってるっていうのもあるんですけど、まあこれから、それをどなたかにお譲りしてもいいかなっていうのも思ってて、自分も楽しいかなって。に日本に帰るときに、そうですね、ね、っていうか私10年間日本に帰ってないんです。え、マジで一回も帰ってないです、私。なんで来てから貧乏で。え、なんで。いや、ガッツあるわ。一度も帰ってないです。マジで帰ってこいとか言いません。言います。でしょ、お前何しとんねんみたいな。帰れないんですよ。今京都あんま関係ないか。でも京都に行きたいです。あんまり行ったんで、もちろん思い出のとこだから、むしろあの実家にはあんまり思い出ないから、ちっちゃい頃実家にはないから、むしろ京都行きたいんですけど、今航空地もまた部屋割れちゃったから行けないですよ。ますます行けなくて。あ、でも京都フランスのフランス人のコミュニティあるもんね。うん、あります、うん、でうちの夫もそこであの哲学、あ、フランス語だったのかな、哲学だったのかな、教えてたりしてたので。超インテリな旦那やん。一応作家なんです。あ、じゃあ今も家でガリガリ書いてます。何系の作家？全部わかる。また売れなさそう。全部書く。あ、でもガリガリ書いてんだ。ガリガリ書いてる。で、それしか趣味がないんです。書くか、哲学の本読んでるか。そんな人？で、最近私も取ってくれなくなっちゃって、下手くそって言ったらもう二度とこなっちゃう。日本人のパリに住んでる。もうね、長いして、え、でも毎週1回は行ってます、うん、行きたくなんですよね、週末なんて。やっぱりそうだよね、興奮したんですよ、私。本当にブルカンって行くと、もう なんで血が湧き上がるっていうか、もう大好きなんだよね。じゃあそこから、その、お皿の、うん、こうブランドじゃないけど、名の勉強したりとか。そうです、勉強とか何もするんですけど、行って見てるだけなんですけど、でも、なんとだまじで、と上がります、それは上がります ね、 ね。でも、なんか、またこれ、場所取んな、これだったら、うちに皿何もやらんのっていうような感じで、もう心を鬼にして買わないの。あれ、それができないんですよ、私、ここを鬼にできなくて。私ももっと、むしろね、買うのはね、古着の方です。古着は、何で買うんですか？いやいや、だからもう、行って、そこで買うんですよ。そう、行って買うんですよ。で、もう本当、今日も、買ってきたんですか？古着の他に、うん、私なんかね、何ですかこれ？キーホルダー？キーホルダーなんかほら、企業なんとかみたいな、コマーシャル用とかさ、これを、うん、これを一回何にも考えずに買って、うん、あ、これちょっと友達に日本に送ってこれ売ってって頼んだら、載せた途端秒で売れたのね。フランスのキーホルダーと売るんだと思って、逆に後で調べたら、結構これってレアだっていうのが分かって、なんかね、皆さんに見せてもいいですか？チーズのキーホルダー、チーズのこれね、うまくいってる中にね、
けてもらうと開けるんですか。そうそう、開けるとチーズが入ってるの。これちょっと待ってくださいね、私も開けます。そうそう、これも開けられる。あ、開けられる。そう、開けて、そう、見ますか、チーズ入ってます。これ説明書、これが説明書、チーズの説明書、そうそう、説明書だからね、これが完品だと高いらしいとかね。へー、うん、でもなんか、うん、それそう、これがね、なんか好きであると買うなんか 6P チーズみたいな感じ。本当だ、そう、本当だ本当だ、かわいい。お皿だけじゃなくて、うん、最近は、うん、ホーロー系にハマってるんですよ、うん、何？ホーローのキャニスター。ホーローはすごいかわいいなと思って。ホーロー、そう、いいお値段しだ。そうなんだけど、意外と中なんで、なんでホーローなのにこんな高いの。高いの、そうなの。ホーローは結構ファンいますか。います、ね、一定にね。だからまだ私もその仲間入りを最近しようかなと思って、うん、ホーローはいいかなって。ホーローまで手出すとどんどん銀行になってきた。さすが、もうあと10年は日本帰れませんね、うん、10年分の仕掛けであります。なんで私のフォルダー全部トイレばっか。トイレとメトロの構内も。めっちゃ助かりますね。うんと、モンパルナス、私誰取ってんのみたいな。モンパルナスのトイレとか。でもあとあの結構凱旋してません？パリから出て地方とかにも行かれてますよね。なんかちょっと一日だだ弾丸ね。ね、うん、弾丸の、うん、結局は、うん、まあでもね、うん、日本からパリに旅行来る人って、うん、エクスキューズマン。パリアスパリ。どうぞ。5日じゃないですか。5日間のパリでしょ、うん、で大体みんなその中に モンサンミシェル入れるでしょ、うん、だからもうぎゅうぎゅうなわけじゃないですか、うん、でも中には9日間いますとかいう人がいたら、うん、日帰りで行けるようなとこを、うんうんうん、あらをなんか、うん、まあこちらが提案というか、うんうんうん、できたらね、なんかいいかななんて、うんうんうん、もうあくまで止まらないみたいな。あ、なるほどなるほど。日帰り、日本人の旅行にはぴったりと思う、ね、うん、じゃあ夏とかのバカンスも旦那主導、うんうん、そうですね。ていうかうちの旦那ってアスペルガー濃厚、疑い濃厚なんだよね、うんうん、でルーチンに縛られてて、うんうん、同じとこに毎回行くんですよ。はは、絶対好奇心っていうのがなくて、安全な、いつも同じところに行ってやっとの落ち着くみたいで、はい、やっぱりいつも同じところなんです。あ、夏はもう決まってる。決まってるんです。夏だけじゃない、毎日決まってる。あ、じゃあ違う動きしたらダメなんです。壊れるんだ。そう、だからもう指導も何ももう決まっちゃってるんです、うん、だからそれ以外のことしたければ一人で私が行動するしかなくて、それには OK なの。あ、もう自分一人で生活したいタイプだから。へ、なんかよくパリ来て日本行ってまた戻ってきたね。よく偉い。失敗、うん、まあ、まあこれをあの正解にしなきゃいけないんだけどさ。そ う,、うん、そうですよね、うん、本当そう、うん、失敗じゃない、これが正解なんです。これが正解、うん、結果論正解なんです。そう、うん、やったことが正解。そう、あ、そう、好きでさ、すごいことは。じゃあ何、夏のバカンスは大体どこですか。あのディエプって言ってノルマンディーですね。パリから一番近い海です。また便利っていうか、ま、便利なのかそこみたいな。そう、ナウスでもなくで10年ぶりに初めてナウスに去年の夏行ったんですよ、うん、はいはいはい、初めてです。10年かかって説得して説得して、うんうん、やっとナウスに行ったんです。それも、うん、うちの夫のいとこが別荘を買ったので、うん、そこが今年の夏は空いてたんですよ、うんうん、だからもうしぶしぶ行ったんですよ。10年かかったんです。それで、うん、そうすると今度気に入るんですよ。すごい気に入っちゃうんですよ。
じゃあもう来年から直すそうそう、直すも住んでもいいかなぐらいで行くようになっちゃって、じゃあその9年間そのノルマンディ、ノルマンディ、まあ、初めは貧乏だったので、うん、そのバカンスも行けなかったんですけどね、うん、もう最近はずっとノルマンディです。はい、もう毎日同じルーティン、毎日と毎週、毎月、毎期そのノルマンディのホテルも決まってる？あのね、知り合いの方のマンションがあるので、マンションっていうのかな、ナンバーションがあるので、そこを借りるんです、1ヶ月。あ、1ヶ月も行くの？そうです、そうです。なんたって、うちの夫は、あの、理性の先生なので、うんうんうん、夏休みが6月の中旬から、うん、8月終わりもう休み放題です。3ヶ月に1回はバカンスがあるんです。で、哲学なんてそんなこますないでしょ？知ってました、うん、もうね、うん、なん10万時間教えるって終わりですでしょ。だからうちみんな分かってくれました。もっと働いてる。そうなんですよ。なんか2個を掛け持ちとか。そうそうすると僕はこんなに働いてる、お前には分からないって。でも私寝る暇なく働いてるんですけど、まあちょっと3週ぐらい回っておもろいけど、そんな人私が夫のイラスト描いてると喜ぶんですよ、うん、あ、描いてくれてるってなんか幸せな誤解を。そうなんです。似てるかみたいな、なんか、そんなんじゃないの描いてるのかなって。おいおい、あんま描くなよみたいな。そうそうそう、うん、で、ちょっと笑けるの以前と、まいったな、うん、そんなん違うよみたいな。2024年もどうぞよろしくお願いします。それでは次の動画も楽しみになさっててくださいね。